リューベック・ハンブルク線とは、ドイツ連邦共和国シュレースビヒホルシュタイン州、リューベックのリューベック中央駅から、バート・オルデスローを経て、ハンブルクのハンブルク中央駅に至る、全長 62.8km のドイツ鉄道の路線である、渡り鳥コースの一部を形成している。ハンブルクとリューベックを直接結ぶ鉄道を建設する、計画が初めて立てられたのは1831年の、 ことであった当時デンマーク領であったグリュックスタット経由での建設計画をデンマーク当局が拒否したことによりリューベックビューヒエン鉄道によりビューヒエン経由での路線が建設された。バートルデスロー経由の全長 32km の路線は1865年8月1日に開通した。1875年から76年にかけては伏線化が行われた。 1963年には、コッペンハーゲンに至る渡り鳥コースの一部に組み込まれ、長距離列車の輸送量が増加した。このほか、東ドイツのロストックに向かう列車も存在した。1960年代から70年代にかけては、V200 型によるプッシュプル列車が運行されていた。2008年に電化が行われ、アイスの運行が開始された。フィン島とシェラン島を結ぶ。 グレートベルトリンクの建設により、ハンブルク・リューベック・コペンハーゲン間の長距離列車の輸送量は顕著に減少した。2007年12月からは、ドイツ鉄道の ICTD 及びデンマーク国鉄の IC3 型の運行が開始された。リューベック・ハンブルク間の RE は、毎時1の2本運行されている。RB は、ハンブルク・バート・オルデスロー間に、 各駅停車として運行されている。全線が電化されており、ICE, EC, IC, RE, RB 及び、ハンブルク S バーンが運行されている。この他重量級の貨物列車も走行している。ありがとうございます。